今年はジメジメするんでしょうか。6月に入ります。大西ゆかりです。こんにちは。毎月ここで皆さんにメッセージをお届けしておりますが、なんか気の利いたこともなかなか言われへんかったりするんやけれども、いつもお付き合いをいただきましてありがとうございます。で、このホームページなんですが、まあ、ちょっとこう画像がこう重たいというか、いろんなこう機能を果たしておりまして、なかなか開かへんかったりとかね、ここがこうこれはどうなってんのかなとか、通天閣のウェブのチケット申し込みのところでもなんかちょっと不具合がたまにあったりするんですけれども、皆さんからいただいたクレームには常に対応できるように万全の体制で臨んでおりますので、何分1日2日ずれたりする時はありますけれども、そこは一つ、皆さんきっと大人やと思いますから我慢していただいて、ほんでいろいろ言うてください。ほんでこうした方がいいかな、した方がいいかなって、私らも今試行錯誤のなんかもうそのまま試行錯誤したまんまね、時間が経ってるのかも分かりません、だからいろんなことをまた教えてください、言うてください。で、今月もまた月末には、通天閣、歌謡劇場でコンサートもございますが、6月はもういきなり3日4日5日と私は関東の方に、お邪魔しましてね、3日は川崎クラブチッタ、そして、山崎弘明さんのイベントに参加するという、大役もいただいております。そして4日は、伊勢崎町のフライデーです。で、5日が西麻布の新世界というね、音楽実験室新世界というすごい名前でこれはゆかりちゃん行ってくれなあかんでって、言うていただいてましたんで、まあそれやったらと、今一緒に頑張って演奏してくださっているアロジャズオーケストラ の, 5人のメンバー、ご一緒させていただいて、皆さんの街にお邪魔したいと思います。レコーディングも始まって今はちょっと細かい作業に入っていたりします。こんなんやであんないでっていう発表は今月ちゃんとできんのかなどうかなっていう感じでね、まだちょっと言えることとか言われへんこととかいろいろあるんですけど、決まってへんのにね言うのもあれやしね、ちゃんと決まってきっちりしたご報告ができたらいいなと思って頑張っております。まだ発売は秋になるのかな冬になるのかなっていう感じですけども、頑張って作ってます。楽しみにしていただきたいと思います。6月はまあそんなんで頭の方ポンと関東行ったらもう通天閣まではずっと自分のレコーディングのことをごちゃごちゃとやっております。ほんまに楽しみにしていただけたらと思います。いきなりですけど6月の1日は魔法のレストランオンエアです。これを見ていただいている時にもしかしたらもうもう終わったってなるかも分かりませんけど、またご報告はまたねポチポチさせていただきますから、今後ともよろしくお願いいたします。そして3月から始めた東北大震災被災者の皆さんへの、義援金を通天閣で募金させていただいて、とりあえず3月から5月分今月分の、3、4、5と、3ヶ月分を6月入ってから送金させていただいて、まだ6、7、8また送らせていただいて、なんかね、3ヶ月おきにちゃんと送金できるようなシステムを作っていこうと思ってます。なんで私も頑張るしみんなも頑張りましょうっていう感じでね、一緒に元気をいきましょう。今年も今月もよろしくお願いいたします。